やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。スタミさんいつも配信を楽しみにしています。僕は35歳無職の小道寺です。そんな自分でもスタミさんの配信に元気をもらっています。あなたのトークとプレイスタイルに情熱を感じ心から尊敬しています。実は情熱的な愛を感じていてあなたが画面に映るたびにドキドキしています。これからもあなたの活動を全力で応援していきたいです。僕の生活にスタミさんが必要不可欠です。ずっと大好きです。ありがとうございます。35歳無職何かがあると思うんで頑張りましょう。お互いに僕にもね無職の時期がありました。35歳にもなって無職でもそれって逆転の発想してみよう。普通の人だったら心が苦しくなるんだよね。何かをしないといけない、動き出さないといけない。そんな中であなたは今の時点で無職を貫き通している。それって才能なんじゃないかな。俺は高校を卒業して3年間ニートをした時に才能があるなと思ってニートをしていました。選ばれし者なんだよね。でも引きこもりっていつか開花する可能性はマジ秘めてるから。世の中に流され生きていると脳みそっていうのはある意味止まるんだよね。だから俺はもう大ニートで大オタクなの。大引きこもりで一人でずっと生きてたの。だからみんな大学生で飲みとかなんかサークルとかやってる時に菅原さんあいつさ家で引きこもってゲームしてるらしいよって言われてたの俺は。でもそんな中で俺はその時に二次元でしこってね、でエロゲーをして一人でずっと妄想して脳みそを逆に鍛えてたんだよね。だから今の企画だったりなんかそういうのが思い浮かぶの。何か作ってる人たちってどっかに孤独があんだよね。俺の孤独ってここなのか。うわー、俺の孤独はここにあったんだ。つい最近の話になるよ。個人で芝居のレッスンをしてもらってるのよ。すごい俺の親身になってくれてさ、感情とか性格とかも紐解いてくれる人がいるんだけど、孤独を抱えてる人間の役って俺超下手なの。なんでかっていう話になった時に、孤独を感じたことが人生でほぼないみたいな結論に至ったんだよね。今でも寂しいってマジ感情浮かばないの全く。あったわ、いや俺あったわ、塗りつぶしてたわこれ。その時代を忘れようとして生きてるわ俺。俺孤独だったわこれ。気づきマジで。いや俺の悪い癖なんだよね。俺の悪いところを俺のポジティブな面で埋めるんだよね。改善じゃないの、埋めてんの。だから今の活動とか今のポジティブな面っていうので、ニート時代とか手の震えがあった時代とかの自分を埋めてたわ。思い出した、お前のおかげで。35歳ニートのおかげで。うわ苦しい、自分の弱いところ苦しい。何これ、35歳ニートにくわー。てか配信の初めの方にも言ったけど、今日の TikTok 見たところバトのマジで可愛くない、超よく撮れてない。もう一回見よう。俺今日だけ15回ぐらい見てるわ。VR チャットが縦動画にも対応したんだよ。だから TikTok VR チャットで撮ってみたいなと思ったんだけど。ところばさん下手したら NHK 出れるポテンシャルあるんですか。ああ絶対か。ピーナッツく出れるんだったら俺とところば沼浜出してください。お待ちしております。 NHK さん VR チャット会で俺とところば会しましょう。沼浜お待ちしております。ところばパンツ履かないと出れないんじゃないか。ちょっと待って、センシティブに引っかかるから。確かに、じゃあ服着せないとあいつ出れないかもな。えマジで歩くね。我々の界隈だとさ可愛い生物だと見えてるけどさ、あれちょっと NHK にいきなりあのワーミーソックというかいう化け物出てきたらさ、うわってなるもんね。
俺もう最近さ TikTok 戻って、俺あのところばじゃんけんも撮りたいんだよね。ところば、俺ニックテレンスのコンテンツってちっちゃい子も見てんだって、めっちゃ。だから10秒ぐらいの動画3つぐらい出したいんだよね。でお母さんたちがそれを流して、子供たちがそのなんかご飯を食べる時とかに使う動画にしてくれたらなと思って。ところばじゃんけん、じゃんけんぽい、グーを出しました。お前が本当に出したのはグーか。パーです、やりたい。ちょっと違うからなんか俺たちだけかもしれない、面白いの。瞑想してるか、ちょっと一回整理整頓いるな、これ思考の。いや DM が最近ねたくさん送ってくれるんで、ちょっと抜けちゃうことがありまして、すいません。君たちの DM は本当に多種多様で面白いよ。ダイエット日記をずっとつけてるやつもいるし、ハセシンリア子いるし。スタさん、ハセシンさんとお話できた。絵描いてるからさすがにアイコン見したら気づいてもらえた。画面越しのように声量えぐくて笑った。恋愛付き合いたい私より。何の日記やんこいつ。スタさんへ、またハセシンさんとお話ができることになりました。いや落ち着きすぎだろ、嬉しいな。毎日死にてーって思ってるけど頑張れます。とりあえず11月2日まで頑張って生きるよ、私より。情緒すご。ペットの留守番カメラ送ってくるやつもいるな、わけわかんねえなマジで。かわいすぎる。うちの犬毎日ツタミ見てる、だってかわいいな。嘘だろ。待って、何この DM。 今日出かけたらオルメル君いたんですけど。嘘だろ、なんてこんな残酷な、何これ、誰こんなことしたの。ひどすぎる、やばい。俺こういうの見るともっとオルメル君が好きになっちゃう。くー、愛おしい、愛おしすぎる。こんな残酷な目にあってるオルメル君かわいい。俺このネイルシリーズツボなんだよな。俺このネイルシリーズなんかツボなんだよな。何なんだろうなこれ。これおもろいね、これ流行りなんでしょ。もうちょっと早く知れなかった、この流行りおもろすぎんな。これおもろいわ。なんでこういうの作りたがんの。すごいね、ネイルしてる人ってやっぱ。創作の欲求強いね、やっぱり素晴らしいな。これ同じ人だからね、何個も作んなよこれ。みんないろんな人のじゃないからね、これ一人だからね。これネイル変えたら作ってるの可愛すぎんな。おもろすぎるわ。じゃあハイキューおもろいな。でもハイキューおもろすぎたな、みんな完成度高いんだけど。これ完成度なんかね、手が入ってるんだよね、これ。このバレーボールの手なんだよね、ダントツだわ。なんか遠近感というか手の大きさも違和感ないし。流行るだけあるの、ちゃんとおもろいわ。